この話は、その発端からわかっているので、そこら辺から書くが、前半が本当で後半が噂だとあらかじめ言っておく。A さんの家は、川沿いに広がる雑木林の中に古くからある一軒家で、ブロック塀と林で囲まれている。その脇には幅2メートル程度の細い小道があり、曲がりくねって100メートルほど続いた後、大通りに繋がっている。この通りは小学校に通学する上で近道だったが、登校は各地域の班ごとに決められた通学路を通らなければならず、登校に使うことはなかった。この小道で恐喝事件があったことで、学校側は使用禁止を生徒に命じていた。しかし、この小道は不気味ではあるが怪談話などない場所だったし、禁止されていたが、下校の際などは構わずに使っていた。だが、部活帰りの俺と友人が近道をしようとして、夕方にこの小道を通った。すると甲高い女の声がしたので、ふと A さん宅を覗いてみると、普段は閉め切った雨戸がほんの少し開いており、その隙間から目玉が2つ、こちらをじっと見つめている。隙間から覗かれるだけでも不気味なのに、おそらく首をかしげた状態なのだろうが、その行動にもビビった。そして妙に甲高い声が、明らかに俺たちに向けてかけられている。こっちへ来い。と言っているようだった。俺たちはその視線と、老女とは思えぬ甲高い声にすっかり怯え、慌てて逃げ帰った。何人かがそれに遭遇し、その話が学校中に伝わると、その路地を使う者はいなくなった。怪談話ではなく実在の人間のことだし、関わりたくなかったというのが正解かもしれないが、A さんの噂はそれ以後も続いた。A さんは雨戸の隙間から、じっと通学中の子供たちを見つめており、気に入った子供が見つかると捕まえて、孫の遊び相手にするために殺してしまう。というものだ。ほとんど妖怪扱いされていたわけだが、子供たちの間では、A さんは車が嫌いなので、追いかけられたら車の写真を見せればいい。などという話が広まっていった。しかし、そんな噂話が広まったことには原因があった。これを聞いた俺は、本気で A さんを怖がったものだ。夏休みの初め頃、息子夫婦が一家で A さんの家に遊びに行くことになった。乗っていたのはワゴンタイプの車で、父親が運転、母親が助手席、二人の子供が後部座席に座っていた。東名高速の料金所からさほど離れていない場所で、居眠り運転のトラックと接触、転倒、そのまま炎上した。転倒の衝撃でドアが歪み、脱出することもできずに車は炎に包まれる。人が集まり、さほど強い火災ではなかったようだが、素人の手には余る。話によれば、子供の悲鳴と両親の叫び声が続いていたらしい。料金所の職員が消火器を使っている間に、ようやく救急隊が到着したが、蒸し焼き状態となった車内に、生存者はいないと思われた。が、奇跡的に両親は生きていたものの、体の突起物、耳や鼻などは溶けてなくなり、皮膚は熱で溶けた化学繊維と融合して悲惨な状態だったという。病院に運ばれたが、二人の子供はすでに死亡しており、両親も長くは持たないと思われた。焼け残っていた免許証から、A さんの連絡先を調べた警察によって、A さんが病院に呼ばれた時には、息子夫婦の意識はなく、全身包帯に巻かれている状態だった。それを見て A さんは卒倒し、そのまま入院。息子夫婦はその日のうちに死亡した。A さんはかわいそうな人だと学校の先生が言っていたこともあり、噂するのはなんとなく後味が悪く、次第に誰も口にしなくなった。だが、実際に子供が行方不明となり、2日後、警察の捜査で A さん宅に監禁されているのが見つかる。仏壇の間にある柱に幾重にもガムテープで縛り付け、孫たちと遊んでくれ。と、A さんは正座をして首を90度曲げた状態で、丸2日間、その子に甲高い声で言い続けたそうだ。助け出された時には、口も聞けないほどの怯えようで、その後しばらく入院するほどだった。A さん自身は監禁罪に問われることとなるものの、心神耗弱を理由として刑務所に入ることはなかった。だが、いつの間にか病院を抜け出した A さんは家に帰ると、仏壇の前で首吊り自殺してしまい、この事件や噂はこれで終わったものと思われた。しかし、その後も A さんの家から視線を感じるという話がなくならず、一種の心霊スポットのようになってしまう。寄せばいいのに、どこかの高校生が夜中に忍び込んで肝試しをやったのだが、夜中の2時頃 A さん宅から悲鳴が響き渡り、
警察が出動する騒ぎとなった。2名が玄関付近で腰を抜かして震えており、1人が仏壇のある部屋で上ごとを言っていたらしい。救急車が呼ばれる頃には付近の住人もヤジ馬のように群がっていた。その中の1人から聞いた話では、担架に乗せられたその高校生は熱に浮かされたように、熱い、苦しい、頼む、来ないでくれと言い続けていたとのことだ。また、事件後、あの家のそばを通った旧友の一人は、雨戸の隙間から自分をじっと見る A さんの目を見たと言って引きこもってしまった。見舞いに行ったやつの話では、部屋の窓がすべて目張りされ、隙間という隙間は黒いガムテープで塞がれていた。というから、かなり本気で怯えていたようだ。ほんの小さな隙間からでも、二つの目玉が僕を見ている。旧友は、蛍光灯をつけっぱなしの部屋の中から出ようとはしなかった。こういった経緯から A さん宅は、付近でも近寄る者がいないほど敬遠される場所となるが、その数ヶ月後には、不審火で全焼し、この心霊スポットは消滅することとなる。消火に当たった消防車が、設備上やむなくそばの川の水を使用したため、鎮火後も川の生臭い匂いがしばらく取れなかったこともあって、近隣の学校などではお化け跡地と呼んでいた。また、結局のところ A さんが住んでいたわけだが、死後もこの場所に留まっていたという噂があったことで。放火によって A さんが、息子と同じように生きたまま焼かれた。という話が広まっていった。そんな中でしばらくして、赤い服を着たおばあさんが子供を追いかけていたのが目撃される。その正体は、真っ赤に焼けただれた A さんで、捕まると火をつけられて焼き殺されるという。A さんは夕暮れ時に出没し、一度見つかると。と足音を立てながら、誰がみんなを焼き殺したと言って泣き叫びながら、ゆっくりゆっくりとどこまでも追いかけてくる。全身焼けただれた姿で現れるという A さんは、いつしか赤服おばさんと呼ばれるようになっていた。そして、捕まりそうになったら唐辛子を叩きつければ、A さんが痛がっているうちに逃げ切れる。という噂も飛んだ。学校でもこの噂によって、一時期下校時刻を早めたことがある。ちょうど、児童誘拐の話が全国的に広まっていた時期だ。実際見た人間がいるのかどうかはわからないが、みんなが真剣に語っていた記憶がある。あの小道も入り口と出口に新しく柵が設けられて、出入りができなくなった。俺の知っている噂話はこういうものだ。息子夫婦を事故で亡くし、精神に異常をきたした A さんが、孫の遊び相手欲しさに子供を監禁。その後、自宅で自殺したということと、肝試しの高校生が警察と救急車の世話になった部分、A さんの目を見たという旧友が引きこもったことだ。それと、関係があるかどうかはわからないが、あの付近にある民家が火の気もないのに不審火で消失。2件、4名が消死するという事件があり、 A さんに引き込まれたとか、放火したのはあの家の住人で、 A さんが復讐ではないかという話も出ていた。随分前に引っ越したので、今もあの地域に赤服おばさんの話が残っているかどうかはわからない。普通に怖いんですけど。切ない話だな。おつです。こういうなんだか昔話っぽい、物語風なのって読んでて面白い。また、お願いします。なんか焦げ臭いと思ったら裏の家がゴミ焼いてた。この話読んだ直後だったからちょっとビビったよ。盾に開いた隙間から、目が横向きになって覗いてる状況だけでも想像するに恐ろしいわ。高校生はざまあって感じだよね。不法侵入してるわけだし、殺されても文句言えない。いっそのこと、一般の車両もパトカーのエンジンルームのようにエンジンは小さく隙間は広くして、衝撃があっても多少のことでは延呼しない作りにしたらどうかと。竜宮詰めじゃなぁ。あと消火器標準装備となるべく服装はも免税。この息子一家が死んだ交通事故はすごい有名な事件だね。確か法律改正が行われたはず。ごめん、脳内で反芻してたらいつの間にか赤服おばさんになってた。